ギャナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはちょうどウルトラマンシリーズの8弾。さあ来ました、今回はイーグルティガ、2番目に来ましたイーグルティガ、今日は見ていただきます。さあ足元から見ていきましょう。イーグルティガです、完成いたしました、これもなかなか手に入らない一つのアイテムかもしれませんというか、今回拡張パーツセット以外みんな手に入らないです。本当にまあ今日がこれ一応撮影してるのが、水曜日なんですけどね、水曜日普通再入荷して手に入るはずなんですけど、どうしても、拡張パーツセットだけしかありませんでした。はい、目を光らせてみました。やっぱりこのね光を当てていくとこのクリアな部分が本当に生きてきますね。こう上から撮るとこう体今の部分も結構生きてくるんで、ちょっと光を当てた感じでもう一回見ていきましょう。かなりやっぱしクリアパーツ入ってるとなかなか入ってきていいですよね。結構珍しいと思ったんで、こちらのイーグルティガの箱のポーズ撮ってみました。そういえばこういったポーズ撮るの初めてでしたね。なかなか手をね開いた感じので、上にね開いてる手の、向きを変えてのこういったポーズ初めてそういえば撮ってみました。皆さんも結構やってみてください。こんなポーズ撮れるんだみたいな感じでやってみました。どうでしょう、今回イーグルティガのね背面が、どちらかというとちょっとかなりがっかりきてしまいましたね。まあ色を落とせばいいのかもしれませんが、完全にもう真っ黒ですね、したね。これまた色入ってくると変わるんでね、比較対象する意味でも買いたいんですけど、なんせ売ってない。今回かなりウルトラマン人気あります。かなりじゃないや、拡張パーツっていうか拡張パーツセット、それを除いて果たして手に入るんでしょうか。それでは拡張パーツセットに入っているイーグルショットですね、それをまずやる前の、ポーズの方から入って、拡張パーツセットのイーグルショットをつけていいと思います。通常のウルトラマンの右に対して左向きの、こちらイーグルショットでございます。こう放った感じを、先っちょをうまく端っこに合わせてやっていくと、こんな感じのショットで、映し出すことができました。こう上を向けていくと結構ね、光線が上の方に向かっているのが見えると思いますが、こんな感じのショットが一番いいかな。正面を向くと、こういう、先っちょ見えちゃった、ごめんなさいね、見えないでやるとこんな感じの、角度になります。最後にね、手首パーツを、構えてる感じのものがありましたので、変えていきましょう。今回ねこのイーグルティガだけなんですね、この手首パーツが、左右4種類ずつあるのがね、他のはもう3種類しかないのに、対して結構手首パーツでいろんな、モーションができるようになってるのがこれだけなので、人気があるというか、今回ハズレがないウルトラマンシリーズなんでね、特にこのイーグルティガも初めて登場してますから、かなり、力の入った感じの本当に出来上がりにもなってますんで、本当にいろんなポーズが取れてかっこよくできました。最後にねイーグルティガでちょっと足をどれだけ上がるかを、スタンドなしでやってみました。このぐらい結構足上がりますね、本当。イーグルティガの出てくるときはこういう足のね蹴ってるポーズは少ないんですよね。昭和のウルトラマンには結構こういう感じのモーション多かったんですけど、イーグルティガでやってみるとどうなるかでやってみました。本当ね、いろんな感じの遊び方がありますし、今回はこう持ってるだけでも貴重なので、大変、面白く遊ぶことができました。今回は以上でございます。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひともよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。